ソウルヒーリングへようこそ。まずは力を抜いて3回深呼吸をしましょう。新鮮なエネルギーを吸い込み、古いエネルギーを吐き出すイメージで呼吸をします。体の緊張がほどけていきます。リラックスをしてこのアファメーションを聞いていきましょう。私は私が通り抜けることができないと思っていた毎日を通り抜けました。私は今ここにいます。私には価値があります。私は一人ではありません。悪い日、悪い週、悪い月があっても大丈夫です。転んでもまた起き上がります。気分が悪くても大丈夫です。泣いても大丈夫です。痛くても大丈夫です。怒っても大丈夫です。気分が悪いからといって私が悪い人になるわけではありません。私は恐れることが許されていて、私を怖がらせるものを避けることができます。社会の基準に従って自分自身をジャッジすることはしません。誰もが失敗をします。失敗をすることを恐れません。失敗は永続的なものではありません。私は結果だけに焦点を合わせるのではなく、プロセスを楽しむ選択をします。毎回同じレベルで完璧なパフォーマンスをする必要はありません。今日私がしたのは呼吸だけでも大丈夫です。私は誰にも自分を証明する必要はありません。私は十分です。何が必要かわからなくても大丈夫です。人生がうまくいっているときはありがとうと言って祝いましょう。人生がうまくいかないときはありがとうと言って成長しましょう。私が許し認めるとき、私は癒され始めます。私が手放すとき、私は成長し始めます。今大丈夫でなくても大丈夫です。ここにはまだ光があります。私はこれを通して成長することができます。少し気分が良くなる別の考えを選ぶことができます。時に
ネガティブに感じても大丈夫です。そのように感じても、私は愛と尊敬に値します。すぐに気分が良くなる必要はありません。ただ私はそれを聞く必要があります。それが何を言っているのか聞いて、それから学ぶ必要があることを、学ぶために自分自身を信頼します。変化のない成長、恐れや喪失のない変化、そして痛みのない喪失はありません。私は失敗や間違いがあっても、そこから学ぶことを大切にしています。関係は完璧ではなく、本物のつながりが必要です。最善の努力は完璧と同じものではありません。リラックスして楽しむのは健康的です。私を含め誰もが休憩を取る必要があります。私は休んでも大丈夫です。完璧ではなく進歩します。自分の気持ちは自分で決めることができます。自分自身を他人と比較しません。私は深呼吸をし、そして落ち着くことができます。私は落ち着いています。私は平和です。私はリラックスしています。私の心、体、そして魂は今穏やかです。最後に、あなたはここまでやってきました。自分自身を誇りに思ってください。ナマステ。